さーて、今週の純也さんは？はい、今週の純也さん行きます。ってことで、今週、先週全然予定通り動かなかったんですね。まあ、なんだ、前半戦トレーニングして、後半戦は山手線一周しようと思ったんだけど、なんか、風がやっぱ治りきってなくて、だから今週も風邪を治すことを視野に入れながら、前半戦トレーニングして、で、後半戦からちょっと、山手線回ってみようかなと思います。まあそんな感じです。なんかまあちょっと、ね、毎年1月は体調崩しちゃうんでね、12月頑張りすぎちゃうからね。まあそんな感じで、今週もよろしくお願いします。では、またねー。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。